どうも、枝豆です。今回は、インバードホローリップベースができるようになるかもしれない。そんな練習方法を、ご紹介していきたいと思います。まあ、今回ね、これを行うにあたってね、ある技ができないとちょっと難しいんですけども、いろいろね、講座動画とか出してみて、この技できる方意外と多いので、できるようになる方そこそこ現れるんじゃないかなという期待も込めて、紹介していきたいと思います。でね、インバードホローリップベースって同様とかっていうと、っていう音なんですけども、実はね、この状態でリップベースだけ抜くと、っていうさ、こういう音が鳴ってるのね。空気が喉をかすってるっていう音なんだけど、実はね、これさらに喉閉めて行うと何になるかっていうと、インバードボーカルフライになるんだよね。で、これ何が言いたいかっていうと、インバードボーカルフライをちょっと力抜いてインバードリップベースやると、インバードホローリップベースになるよっていう話です。そもそもね、この技の講座出した時に壊れかけのフーガさんね、あれ真似してくださいって言ったんだけど、まあ、あれも、まあ、要するに弾き声じゃないですか。これやっぱね、正しい説明だと思うよ。マジで信憑性あるからやってみてね。はい、ということで今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。